Hello, めぐっぴです。皆さんは hear と listen の違い知ってますか？日本語だとどっちも聞くと訳されてしまうことが多いですが、実はニュアンスの違いがあります。今回は hear と listen の違いについてのお話です。違いを知ることで英語のコミュニケーションがもっと豊かになるかもしれません。では早速見ていきましょう。まずは hear です。hear は音を聞くという意味ですが、特に意識しなくても耳に入ってくる音を指します。例えば、朝起きた時に家の外で車の音が聞こえるとか、隣の部屋でテレビの音が聞こえてくるというような時は hear を使います。例文を見てみましょう。I can hear the bird singing outside. 外で鳥が鳴いているのが聞こえる。I heard the rain falling on the roof. 屋根の上で雨が降っているのを聞いたというふうに使うことができます。他に、Did you hear the news about the concert? という場合は、コンサートに関するニュースが耳に入ったかどうかを尋ねています。意識して聞いていたのではなく、ニュースとして伝えられた音声が自然に耳に入ってきたことを示してるんですね。もしくは、電話などでこちらの音が聞こえているかと確認したいときは、Can you hear me? ということができます。次に、Listen。Listen は意識的に音を聞くことを意味します。つまり何かにじっくりと耳を傾けることです。音楽を楽しむときや誰かの話を注意深く聞くときに使います。なので前置詞の to と一緒に使いますね。例文を見てみましょう。Please listen carefully to the instructions. 指示を注意深く聞いてください。とか、I love to listen to classical music when I study.勉強するときにクラシック音楽を聴くのが好きだというふうに使うことができます。ここで大事なのは、hear は受動的であるのに対して listen は能動的であるという点です。音が入ってくるのを待つのではなく、自分から注意を向ける必要があるってことなんですね。確かに listen to me とは言いますが、hear me とは言いませんよね。はい。まあ、can you hear me とは言っても、hear me! 私の言うことを聞いてよの時に、hear me! とは言いません。はい。では、ここで問題です。皆さんが聞いているのは、めぐっぺの番組です。と言いたい時は、hear と listen。どちらを使うでしょうか？はい。正解は、You're now listen to the program of Meg. You're now listen to the program of Meg. めぐぺ。はい。というように、listen を使います。番組に対して、能動的に耳を傾けているというようなニュアンスです。もっとカジュアルに言いたい場合は、You're listening to Meg's show right now. とか、You're now listen to Meg. というのもありです。能動的に注意を払っているわけでもなく、音がただ耳に入ってきている状態の場合は、I can hear Meg in the background。まあ、お家でかけているのが家族の人にも聞こえている場合なら、家族の人がそういうふうに言うこともできるかもしれませんね。では、発音のコツです。まず、hear。hear の H はこう、無声音ですね。もともと声で出す音というよりは、息を使って出す音ですね。はぁ、はぁっていうこういう音です。まあ、カタカナだと、ヒアとかヒアという風になりますが、ヒ、ヒっていう音と、あぁ、このあぁは、なんていうの、曖昧なあぁの音をこう伸ばす R 音が入ったような音ですね。なので、hear, hear というような音になります。Can hear の時の hear も同じような発音です。また、listen は listen。最初のところは短めに発音して、最後 listen っていう感じでね、はっきり発音します。listen。アクセントは単語の頭にきますね。listen。はい。
では練習してみましょう。ではいきます。 I can hear the birds singing. I can hear the birds singing. I like to listen to music while studying. I like to listen to music while studying. ということで、今回は hear と listen の使い方について学びました。次回からはただめぐぺの配信を聞くだけではなくて、意識して聞くことを心がけてみてくださいね。以上、めぐぺでした。次回もお楽しみに。またね。にゃー。